大谷翔平がオールスターでナンバー1選手の評価。エンゼルス大谷翔平投手29が11日日本時間12日開催のオールスター戦シアトルでもナンバー1選手の評価を受けた。 MLB 公式ホームページは9日今オールスターの選出選手を対象にした上位50人のランキングを発表。大谷が1位でランクインした。同ホームページは彼は救援では投げないが素晴らしい、現在最高の打者であり加えて最高の投手の一人でもある。彼が今やっていることはこれまで誰もやったことがないもの。我々は彼の全盛期に目の前で見ることができると評した。48位には代替選出されたメッツ戦が高大投手30がランクインとなりました。まあ成績考慮すると順当じゃね。日本からの組織評価アメリカだけで投票すべきだと思うわ。人気も落ちてアジアマネーにすがってるってもう終わりだな。野球メジャーリーガーが大谷の凄さを一番評価してるんだよな。大谷はありえないことをしてるからヤンキースのフリフリ投法の先発投手も大谷のことをすげえ褒めてたぞ。吉田も3割 10HR なんだがさすがにこの程度ではダメか。外野手のベッツが2塁ベース上で大谷と握手ってなかなかレアだよな。大谷がメジャー最高の選手だからな。当然だな。後半落ちなければペース的には50本いけるな。ご視聴ありがとうございました。